こんばんは、アキラのゲーム部屋ようこそ。今日もラスクラの実況していくんですが、いきなりダボーンがですね、トップにいるのはですね、ちょっと訳があります。今日はですね、ガチャで当たったんですよ。で、まあ、そのガチャの、まあ、そもそもの話なんですけども、このモンコルの館の、2周目の方ですね、ランゼリア大陸の2周目でブラックエレメントを50匹倒したらですね、Sレア確定ガチャチケットですね、Sレア以上確定チケットもらえるんですよ、アークがね。で、それをね、今、見事もらえましたんで、それでガチャを回してきました。モンコレね、なんやかんや言うてね、まあやっぱ、大金塊とかね、小石とかね、結構役立つもん手に入るんで、まあまだ周回ついでにですね、今ね、貯めてるってところです。はい。で、それでね、なんとですね、僕、今回ですね、当たったんがですね、まあ、Sレア級で、前回のですね、新ユニットですね、追加された新ユニットの、証拠を当てたんですけど、今回はこのオルダナ闘技場の方を当てれました。はい。引き強。まさかのね、新ユニットですね、二つとも揃えることができたんですが、新アークね、二つとも揃えることができたんですけども、このね、オルダナ闘技場のね、取得するスキルがですね、とても気になりました。こちら。まあ、ヒールウィンドはともかくですね、スナイパーキラー、ウィッチキラー、ソルジャーキラー、ナイトキラーということでですね、もう完全に、対人。要はこれも完全アリーナ対策ですよね。はい、アリーナで、今対人と戦うときにすごく有利になる。コンテンツ、スキルということで用意されてます。で、もちろん EXP アップもね、20% アップもね、これも熱いんですけれどね。これまでもね、レッドソウル対応の方はね、あったんですけども、ブルーソウル対応ではなかったんで、それはそれですごい熱いかなと思います。で、今まで僕ね、レベル7までやったんですけどね。はい、でこれから、まあ、できたらレベル10まで上げてね、覚えたいなと思っているところです。でエピソードもね、それなりのことあるんで、まあまあ、手に入れたからぜひ読んでください。ここら辺は割愛していきます。で、ステータスもね、HP1271、MP26、ストレングス170、ディフェンス158、インテリジェンス75、マインド111ということで、まあ、7の時点でこれやったらかなり高く上げれてるんじゃないかなと思います。で、そもそもアリーナって何かってことですね。アリーナに関して言うと、告知の方で5月のね、更新予定のところに書いてありますが、アリーナ、対人戦が行える、対人戦を、まず5月中に期間限定でやって、こちらリアルタイムバトルでネットカープレイヤーのデータを元にして、パーティー、自分のパーティーを操作しての対戦となると、なりますんで、要はね、相手は絶対、まあ、言うなら今は育ててるのみんな人間ですよね。ソーサラーか、まあまあ、多分皆さん今育ててるのソーサラーが中心やと思うんですけども、いずれにしろ、対人間を対して戦うんで、今与えてるスキルってすごく有利だと思うんですよ。で、まあ多分ね、ウィッチキラーとかがね、多分すごく効いてくると思うのと、多分、今後スキルとしては、オートブレイブとか、ファーストブレイブとか、プロテクションとか、ブロックするのが強くなるんですけど、その中で一番思うのが、ね、人間をやるのはあるんやけども、こういった魔獣系でね、今僕も魔獣ちょこちょこ集めてはいるんですけども、まあボックルも、まあ、最初ね、キャンペーンでもらえるんですけども、他、ガウルとかね、いろいろ、ダボーもそうなんですけども、いわゆる強い魔獣を集めて育ててる人は、それにこういったスキルをつければ、すごく有利なのかもしれない。まあもちろんね、育てるそのステータスにも違いにもあるかもしれないけれども、もしかしたらワンチャン多分そういった方が、強み、増す可能性は断然あると思うんですね。覚えさせるスキルによっては、まあ、そういった意味では戦い方ちょっとなんかこう幅の広がりがあるかもしれないな、うん、魔獣育てる意味が理由がねできてくるかなって気はしてます。まあ、そもそも僕はねユニットのストーリーでクリアでね、もらえるアイテムのデータと作ってるんでね、その辺を気にして今育てているところですてな感じで、今日はですね新しい新アークのオルダーナ闘技場のスキルはアリーナ向きだよという話をさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。